こんにちは、あやチャンネルのマミーです。皆さん見てください、こちらのゴーヤです。今日はですね、子供たちに、栄養たっぷりのゴーヤをあげてみたいと思います。これね、ゴーヤをこう子供たちがね、食べやすいようにこう小さくね、もうハサミでね、切っちゃいます。今回はこのゴーヤね、生で揚げちゃいますね。子供たちゴーヤ大好きなんですよね。はい、はい、みんなお座り、お座り、お座りは、お座りした人からだよ。はい、お座り。みんなお利口さんにお座りしてますね。お座り。うーす。はい。ノエルもダディの手から食べれるようになりました。前まではね、食べれなかったんですよね。はい、お座り。はい、おいしいね、おいしいね。誰、ノエル。はい、あ、ダディのお手手から食べれるようになったね。はい、ルビー。はい、じゃあもうこれでおしまいね。あ、でもちょっと、はい、食べすぎるとね、良くないからね。まだあるのかな。はい、はい、これ最後ですね。もう最後のピースです。もうで、みんなね、うちの子たちね、野菜がとにかく大好きで、で本当にね、ゴーヤは結構ね、人間が食べても苦いでしょ。だから食べないかな、苦いからねと思ったら、もうなんかサク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 言いながらね、食べるんですね。なのでもうなんかダディが庭に来ると、もう前まではトマトね、でキュウリとか、もうダディイコールなんか野菜おじさんというか、おやつおじさん状態になってて、もうみんな何かこうね、こうこちらの、家庭菜園からね、こう何か取ってダディからもらえると思ってね、もうダディに寄っていくんですね。これ見てください、初かぼちゃなんですよ。わかります、かぼちゃ、かぼちゃが、2つ上になってます。まあ、ちっちゃいからね、これも子供たち気になるのかな。もうゴーヤがなくなったら、今度は相変わらずアクアは草を食べとります。ノエルも草を食べに来たかな。ね、あなたたち本当にこう葉っぱ系が好きよね、野菜系がね。おいしい。でもアクアが上に乗るから草が寝ちゃうよね。短く切ってね、立てたんだけどね、またね、アクアが乗り始めて寝ちゃうよね。あやチャンネル、元保護犬たちとの日々の様子をお届けしています。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひよろしくお願いします。Thank you for watching. See you again. Bye.